チャート・コープ・チッティは、大の小説家。1984年、1994年、東南アジア文学賞、受賞者。2004年、大王国国家芸術家に選出。サムット・サー・コーン・ケン・ムアン・サムット・サー・コーン・軍タム・ボン、バーン・ボーノ・ヌナック・ホーンウンガのほとりで生まれる。1969年、15歳になったとき、最初の短編。 学生ニャングをワットパトゥムコンカーコーで発表する。1979年、短編、勝利の道を書き、文芸史、読書会より、長ガーラゲート賞を受賞する。1981年、初めての長編、裁きが、対文芸委員会によって、今年の一冊に選ばれる。1984年に、東南アジア文学賞を受賞。その後と米、 タイに帰国後1994年に字を発表、東南アジア文学賞を再び受賞。2004年には太陽国国家芸術家に指名される。は、役所がないためか役。は、題名が現代もしくは確定した役代のあるもの。逆風の英訳版の存在は確認されていないが、英語代はシドストとされたことがある。英語版サイトの著者略歴。 書かれた年代と映画脚本であることから、ロムロングが英語大シドストになったことが容易に伺える。ありがとうございます。